たちのドラゴンボールの大冒険がボリューム満載のアクションアドベンチャーになって Wii に新登場。ドラゴンボール展開地大冒険、悟空の原点を今体感せよ。簡単爽快横スクロールアクションでドラゴンボールの大冒険が復活。 Wii を使って誰もが悟空になりきることができる。原作のストーリーを 3D で再現。レッドリボン軍との激闘からピッコロ大魔王との死闘まで、かつてないクオリティで物語が展開。盛りだくさんの冒険ステージ、次から次へ君は様々なステージをクリアしていく。ギミックもふんだんに発生するため謎解きにも果敢に挑め。豪快かつ爽快なアクションバトル、おなじみの匂い棒や拳法を駆使して戦え。それでは大量の雑魚キャラを一気に片付けるゲームシーンを紹介しよう。敵が一列になって襲いかかるときは突き飛ばしてドミノ倒し風に撃破。さらに連携空中コンボで下で待ち受ける敵も倒すことができる。極めつきはカメハメハで敵を一網打尽。青マーク点灯で Z ボタンを押せばロックオンアクションまで繰り出せる。またリモコンを振ることで敵の技も解除。直感でのアクションを試してみよう。ステージクリアを阻止すべく多彩なボスたちが待ち受ける。ザコキャラ対戦で生かしたスキルをここでぶつけろ。やはり戦うしかなさそうだ。俺様の故郷に連れてってやろう。地獄にな。冒険中の探索でアイテムを発見できる。戦いで貯めたお金でもレアアイテム、成長アイテムを獲得可能。さらに2人で遊べる対戦格闘モード、ガチンコ勝負で勝利をつかめ。クラシックコントローラーも完全対応。テレビアニメドラゴンボール主題歌、摩訶不思議アドベンチャーの高橋宏樹がオープニングをとことん盛り上げる。そして恐怖と絶望に決別すべく魔族との戦い。オラがおめえを倒す。君のアクションが壮大なドラマを作り出す。ドラゴンボールの世界を Wii で徹底再現。今こそレッツフライな大冒険を巻き起こせ。Wii専用ソフトドラゴンボール展開地大冒険、7月23日発売予定。